この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ファジーラムキンス、私たちがケミカル Z の白い光を浴びてパワーパフ Z になった時、山奥で黒い光を浴びて、いやモンスターになったやつがいたの。それから1ヶ月後、わっわっわっ、あの山にモンスターがいるわ。博士、またです。この1ヶ月、あの山から風が吹いてくるたびにピーチが吠えてます。うん、調査する必要がありそうだ。パーパフ Z にも連絡だ。はい、博士。ピークニックピークニックランララピークニックピークニックランララ。遊びに行くんじゃありませんよ。モンスターの調査なんですから。まずは仕事、それが終わったらピクニックだ。はーい、ピクニックピクニックランララピクニックピクニックランララクン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 、こっちだわ。あ、ピーチ。ん？弾いてるんだろう。行ってみよう。それワンワン、モンスターだワン。ピーチ、あなた誰？ほら、ファジーラムキンスってもんだ。この辺りに住んどる。オラの縄張りに勝手に入ってくるんじゃねえ。誰がお前の土地だって決めたんだよ。ファジーさんって言いましたね。あなたはケミカル Z という化学物質の影響を受けて体が変化してしまったんです。でも安心してください、僕たちが元の体に戻してあげますよ。チンプンカンプン。オラの縄張りだと言っとるんだ。ダメだ、全然効かない。化学反応には相性がある。相性が悪ければ何の変化も起きない。つまり元の姿には戻れないんだ。オラの縄張りってもんだ。じゃあ実力コースト行くか。待ちなさい。見たところ彼は野生の動物と同じ習性のようだ。私たちが縄張りを荒らさなければ攻撃はしてこないだろう。僕もそう思います。なんだよ、面白くねえな。これで仕事は終わりってわけね。あ、それじゃああとはレッツゴーピクニック。ワンワン、わあ、おいしい。空気もいいですわ。大事件にならなくてよかったですね、博士。大物を釣るぞ。はい、出ますよ。オラの縄張りってもんだ。ここもお前の土地だってのかよ。やろう。証拠はあるの？ここがあなたの縄張りだっていう。ちゃんと印がついたる。どこにそんなもんがあるのよ。あるんなら見せてみろよ。これがオラの縄張りの印ってもんだ。今つけたんだろうが。まあまあ、誰も怪我しなかったんだし、多めに見てあげようよ。大きい。山がダメなら湖で遊べばいい。おお、でっけえ。やったぜ博士。うわあ、湖もオラの縄張り。あっ、うんうん、湖まで縄張りだって言うの？印はどこよ？早
く着替えなくちゃ。エクシン。まさかピーチー、パワーパフジェットだワン。ってもんだ。みんな出ていけ。なんだよ。オラの縄張りから出てけ。出てけ。そこまでよ、ファジー。置いてはいけません。さっきまでの礼をたっぷりさせてもらうぜ。すっげえ怪力だ。油断するな。任しといて。行くわよ。リニングヨーヨー。ちょっと、スーパーヒロインに向かってなんてことすんのよ。この中でおとなしくしてなさい。バルーンキャッチャー。さあ、ラモですわ。スイングの縄張りってもんだ。追いかけるわよ。パワーパフゼットが出動すればもう安心だ。どこに行ったのかしら。あれをたどっていけばいいさ。よし、レッツゴー。まあ、手形がいっぱい。助けて、早く何とかしてちょうだい。ファジーは師匠のところだ、急げ。了解。私はこの町の市長なんだぞ。いや、この町はもうオラのもんだ。オラの縄張りから出てけ。もう大丈夫です、長官。助かった、ありがとう。正面攻撃じゃ歯が立たねえ。後ろを向いてくださらないかしら。失礼します。まあ、なんてこと。綺麗な人。死ねた、今だ。ダブルポニョ。やばい、帰んな。ファジーってバンジョーを弾いてるときはいいやつなんだけどね。どこか憎めないところがありますわ。縄張り拡大も結構だけど。東京シティには手を出すな。パワーパフジェット、
オラの縄張り。綺麗な人ってなもんだ。姫子なプリンセス。ケミカル Z が氷山に向かって放たれた日。サファイア様、サファイア様、どこですか？サファイア様、サファイア様、サファイア様、サファイア様。ここまで広い屋敷だと見つかるものも見つからないわ。お金持ちの私ってなんてかわいそうなのかしら。姫子お嬢様、サファイア様がいらっしゃいました。どこ？私のサファイアはどこ？それがにゃん。主人の私に似て気高く品位あるサファイア。探検なんかに負けないわよね。姫子お嬢様、大丈夫ですか？お嬢様、もう洋服が汚れちゃったわ。それから1ヶ月経った頃、一流デザイナーに作らせたこのドレス、なんて素敵なんでしょう。ああ、またクラスの注目の的になってしまうわ。皆さん、おはよう。ねえ、見た見た？パワーパフ Z がね。ちょっとみんな、私のこのドレスなんだけどさ。パワーパフ Z 大活躍だね。ねえ素敵ね。ちょっとかっこいい。みんなパワーパフ Z 最高。だからやっぱりパワーパフ Z っていうのは。何よ、パワーパフばっかり。ねえ松原さん、ほらこのドレスなんだけど。うん、違う。うわ、何すんのよ私のドレスに。うん、ねえねえ赤ずつみさん、一流デザイナーに作らせた私のドレスなんだけど。寝てる。昨日も遅くまで出動じゃなかった。勉強してたから睡眠不足なの。はあ、私もおやすみなさい。あ、見て私のドレス。チョコクリームパフェおかわり。見て見てったら、このドレス見て。で、あなた誰だっけ。この白金姫子様を知らない？いやごめんごめん、ほらクラス替えしたばかりでさ、まだクラスのみんなの顔を覚えてなくて。信じられないわ、私を知らない人が学校に、いえこの地球上に存在するなんて。私のドレスに誰も見向きもせずに。元はといえばパワーパフ Z よ。むしゃくしゃするわ。あ、ドラマの始まる時間だわ。大好きなドラマを見てクールダウンよ。うさばらしよっと。本日は予定を変更して特別番組をお送りします。彼女たちが今日も街の平和を守っています。ありがとうパワーパフガールズ Z。 頑張れパワーパフガールズ Z。 クラスの注目だけでなく、私の楽しみのドラマまで潰すなんて。見てらっしゃいパワーパフ Z、このプリンセス様があんたたちより圧倒的に目立ってやるから。お金に物を言わせて作っただけあってパワーあるわね。街を壊すのはこのくらいでいいかな。さてと、
次は正義の味方のふりしてロボットを倒すと。これ以上の破壊はこのプリンセスが許さないわ。プリンセス最高。町中の人は悪のロボットを倒した私に感謝するのよ。ロボットを操ってたのが私とも知らずにね。うわぁぁぁぁぁ、こら、東京シティの平和を乱す悪のロボットめ。みんな安心して、私プリンセスが見事ロボットを倒して。ちょっと頑丈に作りすぎたかしら。うわぁ、街でロボットが暴れている。パーパフゼット出動だ。はーい。リッチ、パワーパフゼットだわ。昨日も夜の任務で寝不足気味だし。じゃ早速。ちょっと待って、ロボットを倒して目立つのはこのプリンセス様よ。何この子、黒いオーラ出てますね。間違いない、モンスターだな。けどロボット倒してくれるってなら任せちゃおうか。お任せしましょう。ま、眠いしな。一人で平気？全然大丈夫、余裕よ余裕。なんたって私がコントロールしてるんだから。どうぞ行くわよ。いい加減倒れなさいよ。コントロールが、あー、おいしい。お手伝いしましょうか。うるさい。あ、一体どうなっちゃってるのよ。あんたは計画通り私に倒されればいいのよ。ちょっと、どういうこと？いや、ちょっと目立ちたくって悪いロボット作ってそいつを倒すふりしよっかなって。こうなったら一緒にロボットを倒して目立ちましょう。自分が目立つために街を壊すような人と組むなんてお断りよ。これで元の姿に戻ると思うんだが。こいつ姫子じゃねえか。本当です。あー、美味しい。姫子って誰だっけ。エッサ、オイサ、エッサ、オイサ。姫子の部屋はここか。早く引っ張って。あった、ひー。とりあえず置いて帰っちゃおう。
お嬢様、お加減でも。なんだかだるいのよ。テレビを見ていたとこまでは覚えてるけど、そこから先の記憶がないのよ。今日の新聞見た？またまたパーパフゼットが大活躍よ。あ、素敵。パーパフゼット最高。私が知らない間にまた目立ってたんだね。いやー、もう許さないわ、パーパフゼットで。大変、あの子まだモンスターのままだ。安心しろ、白金姫子はもともとアーだから。そうなんだ。元に戻ってよかったね、姫子さん。いつもいつもみんなの話題をさらって、私の方が絶対目立ってやるんだから。打倒パワーパフガールズ Z。 そうなんて、めんどくせえ。出ました、パワーパフガールズ Z。 カナエ、モモコの恋と史上最強の最悪党の登場だわ。街中探しても見つからないです。極悪トリオ、アメーバボーイズ、超メロリンポヨンな日本立て、ポップでハッピー胸キュンスマイル。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。